ダメでした。ここ今日さんスイカさんスイカさんダメでした。犬差し村井お願いします。お願いします。藤子さんです。ほらみんな寄ってきた。ほらみちこちゃんも あんた見て見てもむぷ。自分とこの子が分からへんようになるわ。自分とこの子が分からへんようになるわ。見て、あの子よえらい寄ってきよるから。ありがとう、写真撮る。この子、この子元気やね。この子どうなんでしょう。この子ものすごい元気や。あれ、神しようよ。この子、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 あれちょっとあの子えらい、あの子えらい元気そうな子やね。あの子うちのえらい。あれちょっとあの子えらいうちのにしよう。あれどうしてあの子とこあのちょっと女の子あのあうちのかあれどうそうなんし引っ張ったらあた引っ張ったら痛い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 。どないしゃあ飼い主さんどこにあるん。それコート。すごい噛むんですよ。やっぱそれ抱っこしとかんとあかんわ。しよー。そう、あの子抱っこしとかんとあかんわ。しよー。しよー。あかんわ、あかんわ。しよー。しよー。あかん言うたあかんわ。どこに頼むしなさん。これいや、藤子さん。藤子さんはうちの。これでしょ。そうそう、ここよ。どうしよう、噛むわ。噛むの入れて、噛むの入れてあかんわ、あんた。おいで見てよ、あんたうちの女のあんた、これうちのこれやろ。うちこさん、ちょっと来てよ、あんた。あんた、私大事にしてんのに。しよだ、ごめんも言わへんよ、親おらへんの、親あの、入れたらあかん、みんな、みんなにあんなしてるかな。ねえ、あれねえ、飼い主さんあんなあかんよね、ほったらかしてね、みんな噛んでさ、あんたうちは大事にしてんのに。出たです。まだです、これからなんですよ。あら、もうまだまだ出てないの。はい、あと入れたりんやね、うん、これここも入れちゃっていないよ。あなたおとなしいやろ。あんまおとなしくないけどね。おとなしくない。よし、遊んでこい。あとええよね、猫もおるし。あれ奥さんは。あとうちの見た、お箸箸の見た。見た見た。親が必死、親が必死。ケツプリン出してる。いや、一番最初の人がさ、トンネル叩いとったよね。 あっちゃんにトンネル叩いて叩いてって言ってさ、うちのさ、トンネル叩いたら知らんみたいな。あれ、あったトイレの掃除やわ。あー、バッチバッチ。なめこ、おいで。みんなタコセットあかんと。あんた、ぶちこちゃん取って、ぶちこちゃん。誰か。あ、来た、汚れる、うちの子が。うちの子が汚れる、自分とこが大丈夫。それ、うちのじゃん。それ、ちゃうよ、それ、うち。大きいないそれ。この子かなですね。あれ、これ、うちの本当に。嘘、こぶちのじゃないよ、これ、うちの子じゃないよ、この子。違う、向こうよ、ぶさ。あったなあった店長に言うであった。おかしかった。そちらよ、困ったおかしかったね。顔が全く同じです。お宅の方。そう、うちの方。見てる、飼い主さんにいるよね。ちょっと違う。おかしかったね。違う。あれ似てますか。おかしかったね。違う。ちょっと大きいなと思ったんですけど。おかしかった、おかしかったね。大きい。大きい大きい。あのね、中野のフェルトワールドさんで買ったのね。今日してもらってんね、フェルトワールドの店長に。あのここのさ、あの店長、千葉のララポートさんの店長感じよね、お電話させてもらったときに。あれ、監督ちゃんとこのここの子やろ。そう、あともうまたうんちあります。じゃ
トイレットペーパーもらって、あ、ぶちこさん、こっちになる。あれ、あのね、このね、どの子かものすごい気が強いのがあるんよ。ものすごい気が強いのがあるんよ。この子ちゃん大丈夫かな。ねえ、あとあのさっきのな、この子ちゃん、これ違うの、どこに、どこに見ないの、どこに見ないの、この中にいる。潜ってます。そう、潜ってる。そうなんですよ、2枚使ってるから、どっかに。フェロフェロされた。ほらほら、いやー、でトイレダメだね、多分ね、中だね、モリモリの中だけど踏まれてるよ、家に帰ったのバンバン踏まれてるよ。性格がわかるね、これいっぱい入れたらね、性格がダメする、明日ダメだよ。この子ら人気もんやね、このねえ、あれ監督とか女の子？ね、オスとメスです。こっち白い方が男の子で。可愛い色。可愛い色。出てくる、出てきた。出てきた。出てきた。コモタンじゃない。あれオタクの子コモコちゃん？ここは出てこない。また入っちゃった。なめこ、困った。出てこない。そろそろ止まると。八九レース。すごいな、これだけ追うことない。どうぞ。この子ちっちゃい、かわいい。あ、ホルデン、ホルデンだ。そう、ホルデンちゃんです。耳はなんか、でももっと大きくなるよ、ホルデンで。もっと大きくなる。そう、ホルデン結構大きい。オタクみたいに大きくなるかな。うちの子はもっと見る。オタクの体型みたいに。そうですね。お兄ちゃん聞いてないようにする。カズ上の人もそうだし、うちの潜り姫も潜ったのも出てこない。潜り姫潜ってる。あれ、うん、あれってのんちゃん、あの何やった？ハーネスつけてる白い子、白い子もいるんですよ、うち。で、シャンパンもいるんですよ。2匹いるんで。もう中にいる、中に。下におるんやな。布の中に。下潜っちゃった。下に潜ってるんやわ。あれ、うちにある藤子さん。あれは35台さん。このバイト初めてなの。そうです。たまらんやろ、匂いが。匂いがたまらんやろね、初めてやったの。うん、そちっちゃな。もうなめこ、ごめん。おたくのひぴりちゃん、ここにおるやん。あ、いた。出てきた。出てきた。たぬき顔の子は普通ノーマルな色のやつだね。抜かないと戻っちゃうよ。ちょっとこれ分かってる。あれ何種類なに？あのたぬき顔の。こっちがなんだか、なんだか。グレイズ？あ、グレイズっていうの。この子があたんとこの子ちゃん。そうそうそう。これが何のやつだ？これがセーブルっていう種類で、こっちがブレイズだったんだけど、なんか、柄がもう分かんなくなっちゃった。細いよ、ちいちゃん。あれ、あれ、またカミカミし、またカミカミしよるよ、カミカミ、カミカミしよるわ。あ？藤子ちゃんとこの子はどれ？藤子ちゃんとこの子、ここ下に、下になってる子。うずもれちゃってる子？そう、ここの子、この子。あんた、この間、あんた静岡行かへん？フェレットショー出さへん？
やんの静岡で。こっちさんとこの間岐阜も行っとったよ。入らへんかったんよ。入らへんかったよ。ジャッジさんの前にって。静岡やったら日帰りされるやろ。まあね。行かへん奥さん静岡。ショーン出しに。いつやんの ?10 月の。次のです。送るも行こうよね。じゃあ行こうと思う。すごいよ、これなんか200匹正規取ってんで、200匹正規取ってんで。あ、そうなんだ。うん、そう、静岡正規。いや、静岡じゃない、この間岐阜で会ってんけど、いや、東京の方でもみんな来てんのに。あれ、藤子さんどこ行った？藤子さん、あ、これ中に潜ってんのかな。こんなんすよ、これ。中潜ってんね、中に。中に。